アモーンは、浅井企画所属のお笑いコンビである、渡辺コメディスクールに帰省出身。関口真面目、田村元樹、サンドウィッチマンに憧れて、お笑い会入り。2004年12月結成。コンビ名の由来は、中学の同級生のあだ名から。アモーンには、大悟で不滅という意味もあり、コンビ名について尋ねられた際は、この大悟の意味も合わせて発言することがある。かつては、 関口の特徴である坊主ネタなどを織り込んだオーソドックスな漫才を行っており、基本的に関口がツッコミで、田村がボケであった。現在は最強漫才という独自のスタイルを確立、シフトし、金色のスーツを身にまといネタを行っている。ネタ冒頭のセリフには、漫才を完成させた男、漫才の向こう側に行った男などがあり、田村です。関口です。 最強漫才師です。とポーズを取りながら言ってネタを始め、それぞれ大小と言ってネタをつなげている。芸風作りとしては最初田村がツッコミを完成させた男などと自分でキャラを作って見たがすぐに飽きられ、次に関口に同じようなキャラをつけてみたが、これも飽きられ、結局両方足してみるかとなって、現在のようなキャラに至った。 金色のスーツを仕立てるのに一人五万円かかったという。ありがとうございます。